こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。スカーレットメトレー前に行きそうです。ロングストーリーそれに続いています。さらにはエディアンデス11番ロイヤルファイヤーその後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはスカーレットメトレー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。グローブレッド先手を取りました。4番ライブリマウント2番手を追走しています。その外にサンサンクス、さらにはシンデレラリッジピンクの帽子、ロングストーリーその後ろアムールコールそれに続いています。その外にベリーアンデス緑の帽子、スカーレットメトレーその後ろ、その隣にウィッシュシークレット、その横にシックスデュー、すぐ後ろにジョーバウンド、その隣にアイランドコンコルド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番グローブレッド、グローブレッドさらにリードを広げます。2番手はライブリマウント、これは絶好の手応え。シンデレラリッジ3番手、さあライブリマウントこのまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ先頭はライブリマウント、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m ライブリマウント先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。サンサンクス、シックスデュー、サンサンクス追いすがります。シックスデュー、シックスデュー1着、2着にはどうやらサンサンクス、勝ったのはシックスデュー、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。西のフラワー、これは好スタート。マウントシップ、ちょっとタイミングが合いません。予想通り先頭に立ったのは西のフラワー、2番手はスプリングストリーム、さらにはナチュラルゲイリック、2番イタリアンプレイその後ろ。先頭に戻りましょう。西のフラワー先手を取りました。先頭は依然として西のフラワー、2番手はイタリアンプレイセイクリッドミラー、3番手さあ西のフラワー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は西のフラワー、離れてイタリアンプレイ、あと 200m 西のフラワー先頭だ。西のフラワー力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はサイレントチェスト、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はサイレントチェスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワーまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ラグビートゥモロー前に行きそうです。ソロソングそれに続いています。さらにはイントレピディティ1番アップオンその後ろ。もう一度先頭から、先頭はベガ、短期の逃げに持ち込みたいところ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から、先手を取ったのはロングパレード16番ベガ、2番手を追走アップオンそれに続きます。
その外からソロソング並んで3番ラグビートモロー、その外からオリーブサイクル、その隣にキャッシュパーフェクト並んで4番イントレピディティ、内からはピースナンバー、その外からキャピタルジーニアス並んで5番スピードデイム、その外からレインボーフォックス、その隣にケアレスラップ、各馬鮮やかな芝生の上を駆けていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ロングパレード先手を取りました。これに続くのがサンライトフローリップ、オレンジの帽子ソロソング、その後ろ好位置をキープしています。ベガすぐ後ろにオリーブサイクル、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として15番ロングパレード、まだ粘っています。2番手はベガ、これは絶好の手応え。レインボーフォックス3番手ベガ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベガ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はベガ、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はイントレピディティ、あと 200m、 ベガ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。イントレピディティ抜けた、ベガ迫る、内から一気にベガ1着、2着にはどうやらイントレピディティ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ルアー好スタート、マウントキャップ、ダッシュがつきません。先手を取ったのは予想通りルアー、さらにはサウスタイヤフェア、3番ハトゥーフ、その後ろマウントキャップ、後方からの競馬、先頭に戻りましょう。ルアー先手を取りました。ハトゥーフそのうちに続いています。その外にグロリアジェット、その隣にヤングリーフ、その横にマウントキャップ、オンレイジすぐ後ろ、その外にクローバトラー、さらにはバイオポジティブ、後ろからの競馬になりました。トロットサンダー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。グローブアイディア、そのうちに続いています。すぐ後ろにアーバンブラッド、このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はルアー、サウスタイヤフェア、ほとんど差がありません。ハトゥーフ3番手、トロットサンダー、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサウスタイヤフェア、その隣からはルアー、ハトゥーフ、その後ろミラクルナンバー、その後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ルアー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はコロットサンダー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりコロットサンダー先頭だ。ルアー先頭、コロットサンダー抜けた、コロットサンダーもう一伸び、コロットサンダー、コロットサンダー1着、2着にはどうやらルアー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アセアナ前に行きそうです。エンバイロンメントフレンド、それに続いています。さらには OK2 世、3番ユーザーフレンドリー、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはアセアナ、12番合計2世、2番手を追走しています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアセアナ、その後ろからはベストパル、並んで3番ユーザーフレンドリー、アインマシーン、この馬もこのグループ、すぐ後ろにエデュケイテッドリスク、合計2世 B1 です。オレンジの帽子デビルヒズデュー、その後ろ、すぐ隣にビッグストーン、その横にアイスバースト、コロニアルアフェア、この馬もこのグループ、その外にエンバイロンメントフレンド、さらにはシーヒーロー、しんがりからハイフレンドイースト、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、7番アセアナ依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番アセアナ、アインマシーン、ほとんど差がありません。ベストパル3番手、合計2戦 E1、安城のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アセアナ先頭、ベストパル先頭、2番手はベストパル、残り 200m、 先頭はアセアナ、先頭はアセアナ、アセアナ先頭、合計2勝、追いすがります。アセアナ先頭だ、アセアナ、アセアナ1着、2着にはどうやら合計2勝、勝ったのはアセアナ、見事な勝利です。